オーベルンドルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、クックスハーフェン軍ザムトゲマインデラントハーデルンに属す、町村である。主有のオーベルンドルフは、オーステ川左岸に位置しているが、右岸側にもベントビッシュ集落などが存在する。オーベルンドルフは、北から時計回りに、以下の市町村と境を接している、バリエ、エーダークバルト、オーステン、ヘムモール、ビングスト、カーデンベルゲ、 自治体オーベルンドルフはレジャー地であり、オーステ側の片側にオーベルンドルフ、ラーク、ブラーク、アーレンスフルフとアーレンフルフターモールがある。オーステ側の対岸にはベントビッシュ、ゾルバウム、ハーゼンフレート、ニーダーシトリヒ、ニーダーシトリヒャー大ヒ、モール大ヒ、モールシトリヒ、シュバルゼンモールがある。オーベルンドルフは1316年にオーバードープとして、 初めて文献に記録されている。おそらく、エルベ川やオーステ川の堤防建設が12世紀中頃から行われ、集落が成立した。オーステ川の堤防近くにある聖ゲオルクス教会は1379年に初めて文献に記録されている。現存する低い塔と初代の教会はおそらく1300年頃に建設された。1653年に、 現在の教会堂が、ゴシック様式の先行教会の場所に建設された。先頭の高い屋根は1717 17年に設けられた。湿地への入植者は自由農民で、弁護士や売信員を自ら選ぶことができた。1502年から1511年まで、オーベルンドルフを含むキルヒシュピール・ゲーバースドルフは、ランと、ケーリンゲンと同盟を結んだ。ブロベルゲンの領主たちは、 オーベルンドルフに民事裁判所を有していた。職人、商人、船乗りたちが定住して、以後、17世紀にこの町は、フレッケンとなった。川淵の湿地での年度採取は、19世紀に、レンガ産業を起こすことにつながった。ビュルカウト・オーベルンドルフは、1970年1月1日に、ザムトゲマインデアムド・プロックを形成したが、2016年に、 ザムトゲマインデラントハーデルンに併合された。1977年に橋での渡課が可能となり、古い都線が廃止された。2010年にオーベルンドルフは新たに村の刷新プログラムを採択した。1972年1月1日、当時の人口約50人の土地がオーベルンドルフから分離され、隣接するヘムモールに編入された。出展、1910年。 1925年から1939年、1950年、1961年6月6日と1970年5月27日、1987年から2017年、オーベルンドルフの町議会は9人の議員で構成されている。これは人口10001人から2000人のザムトゲマインデに属す町村の議員定数である。議員は5年ごとに 住民の選挙で選出される。町議会は議員のデトレフ・ホライスを人気中の名誉職の町長に選出した。図柄上下に分割。上部は緑地に銀色の波体。下部は巨手状に赤と銀色に左右に分割。解説、銀色の波体は町が位置する緑のオーステシッチを分けて流れるオーステ川を象徴している。 紋章下部の巨子状のデザインは、オーベルンドルフを領していたブロベルゲン貴族家の紋章から取られた。オーベルンドルフの聖ゲオルク教会、オーステ川の堤防近くの聖ゲオルクス教会は1379年に初めて文献に記録されている。先行するゴシック教会と現存する低い塔はおそらく1300年頃に建設された。1653年に、 円形アーチの窓と重量感のある控え壁を持つ現在の単老式教会が建設された。塔のピラミッド型の屋根は1717 17年に建設された。内部、教会堂は木製の半円ボールとで構成されている。二階席が振動を取り囲んでいる。高い位置にしつらえられた説教団付き祭壇は、その名によれば1663年にユルゲンハイトマンデン。 ユンゲルンによって作られた。この祭壇は、レリーフ、製造、オーリキュラー様式の装飾が豊かである。説教壇もハイトマンによって製作されたもので、18世紀、初めに祭壇と一体化された。三脚の聖堂製、洗礼板はおそらく13世紀に製造された。洗礼天使像と1663年製造の卓形群像は、ハイトマンによって製作された。 祭壇の照明は1591年と1601年のものである。現存する1879年のオルガンはヨハン・ヒンディヒ・レーファーによって建造された。1830年まで新郎や塔の下の病所で埋葬が行われていた。ブロベルゲン家の墓碑は教会の外入り口の左側にある。郷土博物館、金の歴史に関する文物や、 戦死時代の展示費がある。オーステ川の河道橋町の近くをクックスハーフェン方面及びハンブルク方面に結ぶ連邦道 B73 号線が通っている。フェリーは1977年に河道橋に置き換えられた。ありがとうございます。